新吉寺猿垣は太平天国の指導者の一人、森王に風ぜられた。斜子であったため、陳謝岩と呼ばれた。厚生精神修復桂平県出身。金田放規に参加。1854年、清々軍に派遣され、暗記症創建に駐屯した。1858年、中央里秀重に従って、三河の戦いに参加。 将軍の李族軍六千人を全滅させた。1860年1月から5月にかけて、李秀重に従って、第二次江南大英攻略に参加した。その後、5月26日上州を占領、30日に無釈を奪い、6月2日に蘇州を下し、13日には、五港、新沢を取り、15日には、 過去を陥落させるという破竹の勢いを見せた。10月には、蘇州の守備に派遣されたが、1862年春、上州に移住した。1863年春より、李秀茂に従って、典型を救援するために各地を転戦する。12月、チャンス・ジュンブリ交渉率いる長寿政、流明伝、修正原10万人の Y 軍とチャールズ・ゴードン率いる。 上将軍3000人が上州攻撃を開始した。1864年4月25日、上州の外城の禁断が陥落し、兄の陳主柿が戦死したが、陳筆寺猿所の太平軍は奮戦して3000人を殲滅し、Y 軍の撃退に成功した。しかし5月11日、Y 軍と上将軍は水陸両方から攻撃し、Y 軍が 城内に入り紫外線となった。その中で沈筆寺猿ガきは捕らえられ、数日後に処刑された。ありがとうございます。